ぷかぷかドカン海賊の島ということで、あのパート9かな、多分おそらくなんで、ちょっと緑ヨッシーにね一周回ってまたやっていくんですけど、まあ動画撮ること自体がもうほんと3日ぶりぐらい、ちょっとねプチ旅行でちょっと香川に遊びに行ってて、まあリオマワールドとか水族館とかいろいろ行ってたんですけど、やっちゃい、まあその話はさておき、お猿のジョージ来た。ちょ、あれね多分食べるんだよな、お猿のジョージって。あ、いい、お猿、お、あ、ジョージはあれか、食べれるだけで別に、お、お猿をペットできて、これなんかね、超これ卵とかありそうだな、ねえのかな、まあ、超久しぶりすぎてちょっともう俺もあんまり動画の撮り方自体をちょっともう忘れてしまったと言っても過言ではないぐらい。このカニさんはなんだ、これはやれるのか、おいおい、卵を2個当てて倒すタイプのカニさんと。いや、この BGM いいよな。なんかさ、オープニングでさ、何を撮ればいいかわからんくて、なんかとりあえず、サウンド流してみたんだけど、普段どういう風に俺が動画撮ってたかももうすでに忘れてきたもん。さあ、ぷくぷくがいて、やばすぎこのお猿、おい、これさ、ジョージはさ、あービッグジョージ、なんだこいつ、え、こいつ仲間もしかして、なにこれ、ネオル、起こしていいんかな、起こせんな、ん、あ、これで起こすんだ、おおえ、あ、いってらっしゃい、あー、仲間じゃないって、あ、俺、めちゃくちゃ、いた、俺めちゃくちゃ敵かと思ったけど、割と仲間かもしれんな。で、あれは花がいるな。ほい、オッケー、花ゲットして、これ圧倒的に卵が足りん気がするんやけど、あの兵法たちをぶつけたら火薬がバーンって出る感じなんかな、これ。あ、違うわ、撃てるじゃん、ああちょ、やり直していい、おっ、やった、おっ、やった、やった、やった、なんか多方台打って進めていきましょうみたいな。はい、そして中間ポインティング、もう久しぶりすぎてさ、おっと、久しぶりすぎてあんまり覚えてなかったんだけど、これ中間ポイントをまあ取るじゃん、取るとさ、この何、着替え、まあ今この海賊のあれがあると思うんだけど、この海賊の服、着替えがあるじゃん、この着替えのやつって回復するんだね、知らんかったかも、知らんかったというか、まあなんか覚えてないだけかちょっとわかんないけど。で、これ3つ目。意外となんか、結構さ、花回収するの苦労したイメージはあるんですけど。もう久しぶりすぎて、そんなことまで忘れちゃったか？破壊して、ぷくぷくを攻撃したいけど、まああれはいいか、一旦置いといて。で、しっかりと上のコインを回収した上で、よいしょ。で、攻撃していくと。これ卵じゃないと倒せんのかな？卵結構温存しといた方が、俺的には、いい気はするんですが、しっかりと卵をぶち当てて、なんだこのカニさん、かわいいな、これ。このカニさん、かわいいな。折り紙でいかにも作りましたよ、みたいな。まあ、クラフトワールドっていうぐらいから工作した。うわー、そういう系か。工作していった、多分、あれだとは思うんですが、ちょっと食べていこうか。これ多分ね、何かに多分仕掛けはあると思うんですが、ただ、ちょっと待ってね。ちょっと一回こっち行くわ。20! オッケー !20 コイン回収して、で、あそこにもぷくぷくちゃんがいるんですが、ぶち当てていく。で、これちょっとね、お猿ちょっと取っ、やっぱあるよな、そういうのが。そうだよね、そうだよね、そうだよね。お花取って、これ多分全部壊しても、多分戻って帰ってこれると思うんですよね。しっかりと帰って、このギミックもなんか最初の1の2ぐらいだったかな。なんかあった気はするんですけど、しばらく見てなかったよね。さあ、ハート回収して、ハートキャッチプリキュアといったところで。よいしょ、卵、卵アタック、卵が足りません。ちょっと待って、卵が足りん。あと、卵がない状態のカニさんって、倒せんのかな。でも、普通にこれ卵で全然ぶっぱしたら、全然いけちゃうんだよな。はい。にょい、にょい。さあ、しっかりと。あれ、ちょっと待って、あ、知らん間にフラワー透かしとるし。一個ねえわ。まあ、ただ、フラワーをいちいち探しに行ってたら、パートがクソほど長くなっちゃうんで、ちょっとね、あれはね、おいおい回収っていう形で、ちょっとやろうかなっていうふうに、俺はやってるんですけど、これなんだこれ。あー、これもパーツがないんだ。なるほど。パーツをじゃあ探してこいというわけですね。うわ、めっちゃある。この中にパーツが入ってたりするのか？ん？今なんか手に入れた俺。気のせいか。
なんかタコさんウィンナーとかアヒルとかおるな。あれも多分おいおい必要になってくるんじゃないかなと思ってはいるんですけども、これちょっと大変だな。あそこにパーツがあるのか。これなんかある、なんかがあるわけではない。これヒップドロップしていいのかな、逆に。あ、赤コインだけかな。17、あと赤コイン3つだよ。これなんもないか、今のうちに。ほい、そうしっかりとバーチクル倒していく。これね、このパーツでね、これなパーツで結局攻撃できるから卵いらないんだよね、こういうとこのステージって。メランメラン、しっかりと卵を回収して、あいつが持っている、おい返せ、そうポンポ返せポンポ。これカニさんには攻撃できるわけじゃないんだな。さあ、あと一つ、ここだな。こういうとこはお猿のジョージ同士をぶつけて、ジョージは海のモズクとなってもらいましょう。これ何のパーツかわからんけど、地図かなこれ、違う、砲か、砲を取っているから、それをちょっと回収していこうか。はいはいはい、卵じゃん、砲じゃない、かわいい。さあ、あのなんかなんか何、ジョージアッシュみたいなのがおるけど、あー、これ使い分ける感じかな。これが遠くに飛ぶと、はいはい、でもこれタコさんに当たるわけじゃないよな。はい、あ、なるほどなるほど、奥のあの兵法に当たるだけなんだ。へえ、おもろい、バイバイおもろーい。はい、攻撃していく、はいはい、オッケー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 、あれだな、次手前だな、手前に攻撃して、やっぱあれ向こうからも攻撃くんの、そういうパターンもあるのか。で、奥に攻撃していくと、はい、赤くにしっかり回収して、ギャーちょっと待って、はい、オッケーオッケーオッケー、ダブルで破壊して、これはどっち攻撃したらいいんだこれ、奥も破壊して、奥も破壊して、手前、オッケーオッケーオッケー、で手前と、んこれなんだ、船が、あ、なるほど、船が破綻していくのか。はい、花も回収して、しっかりと、これ赤コイン全部回収したんかな、ちょ自分でも分かってないんだけど。さあ、ゴールだ、いや久しぶりに見えるな、いくぞ。かわいい、やっぱこの一番シンプルなメインテーマがやっぱ一番かわいいな。さあ次、つるつる冷え冷え氷の海、ちょっと着替えてくるか。すいません、もうなんか時間が空きすぎて、もうなんかどの着替えを使ったか使ってないかあんま覚えてないんですが、つるつる冷え冷え氷の海、これさ、着替えがあった方が要するに防御力、防具をつけるわけだから、あの体力がね増えるわけなんですけど、けど逆に言えば、あのつけてない方が多分難易度は上がると思うんですよ。だから多分優しくはなってるんだけど、まあ、せっかくだから、あー、こうやってこれも、あー、かわいい、かわいいよし、もう一回して、今のなんか多分そういう感じなんで、多分関係ないとは思うんですが、ちょっと写真撮りだな。パーかわいいサムネに採用するかどうかもわからんけど、サムネに採用したいがためにもう一回滑り台を滑る男のモベです。たまらんかわいいな。ペンギンはベロ、ドラララ、これあれなんかな、落ちたらまあまあやばいやつかな。よし、凍っちゃうんかな、一回落ちてみようかと思ったけど、多分危ないんでやめときましょう。で、これつららが落ちてくるタイプだな。これ多分つららの上に乗れると、はいはい、でっかいつららやな。んで、左に進むとこがあって、ここに赤コインがあると。なんかさ、なんだっけ、ヨッシーストーリー、ヨッシーアイランドかなんかわかんないんだけど、あの昔のやつをさ、ちょっと動画でやろうかやらないか、すごい俺ね、ちょっと悩んでて、まあどうしよう、危ない、まああるよね、どうしようかなって今ちょっと考えてます。まあ、やりたくはある。まあ、しばらくちょっとね、配信はできない環境になっちゃったので、ちょっと残念ながら配信はちょっと、したくてもできないような環境にはなるんですけど。かわいいよっち、これも滑るの？かわいい、写真撮ろう。もう何でもかんでも写真撮っちゃう。もうおじさん困っちゃう、もうかわいいものが多すぎ。なんだこら。なんだこれ。あ、ん？あ、釣ってもらうのか。なるほど、ナイス、かわいい、かわいすぎん、こいつ。こいつめちゃくちゃかわいいな。あ、ちょっと待って。この左でもまだなんかありそうだな、これ。何もないと。こいつ、この生き物何なんだ、めちゃくちゃかわいいんだけど。さあ、そしたら、ここは何もない。あ、クマさんだ
23歳にもなって子供と相手するかのようにクマさんだとか言うけど恥ずかしくないんか。こっちに移動させといてこうすると、はいはい、あ、ここフラワーの数ちょっと少ないな。ちょっとコースが短めなのか。さあ中間ポインティングと、なんじゃ、あーなんかこいつも見たことあるわ。あ、これを入れるのか。なんかこれに入れるっぽいな。これは押していいのか。はい、入れると、ん、あーなるほど、かわいいなんじゃこれかわいいめちゃくちゃ可愛いんだけど、何この生き物。たまらんねこれ。ヨッシーファンはこのゲームをもうやらざるを得ないぐらい素晴らしい作品になっていると思うんですけども、アクコインがあるので、じゃあアクコインをしっかりと回収してるところ、これもアクコインか。危ない、ちゃんと回収して、これずっと多分噴水は出てくれてんだろうな。さあしっかりとキャッチ、取れるもんは取っときたいよな。これはコニさん、はい、ナイス。これこの中に行くってわけじゃないのか、これ行っていいのかこれ。あ、なるほど、そういうことか、面白い。どうやって上に行くんだろうなとか思ったんだけど、いやーやっぱ面白いこのゲーム、やりたかったわ。旅行中もヨッシーのゲームのことばっか考えたわ。まあごめんなさい、それは嘘です、それは嘘ですが、まあちょっとね、自分の雑談みたいになるんで興味ない人もいるかもしれないんだけど、まあ旅行に行ってきたんですけど、まあ自分香川に行ったことが今までなくて、一度もなくて、まあ行きし、朝起きるんがね、いつもより早い時間帯すぎて、まあ完全にね、まあ酔いまくったわけなんですけど、さあ来たよ、これは、なるほど、ちょっと周知します、はい、あと一匹、あれだ、よいしょで、4つ目かな。で、めちゃくちゃに酔ったんで、車酔いとかする人は、もうぜひとももう、何？しっかりと、もう寝てください。うん。寝てください。俺も別に寝てなかったわけじゃないんだけど、まあ、なんか寝る時間があまりにも遅すぎたせいで、ちょっと酔っちゃったよねって話。でも、帰りしは全然元気で、みんなが疲れて寝ているところ、俺はバリバリに起きてました。で、起きて何をしてたかっていうと、別に何もしてなかったね。みんなさ、携帯とかさ、見たらさ、酔っちゃう人？俺、車酔いとか激しいんで、別に携帯とか見てなくても全然普通に酔いちゃう人なんで、普通に多分頭おかしいんだなと思うんですけど、かわいい！おー！ちょっと待って。これはしっかりと取りたいところ。はい、はい、はい、急げ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 、危ない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 、よいしょい、これでフラワー全部クリアかな。あー、急に上引かれたら、これなスポンジ、なんか100均の、100均のスポンジとかでありそうだよな、これ。かわいい。しっかりと低空で行って、これ上にも多分、そうだよな、コインがあるよな。で、コインが多分圧倒的に足りてない気はするんですが、16。あれ？なんか、日に日にコインの回収率が悪くなってる気はしますか？はい、安定のかわいい写真撮っていこうか。一本の動画ってこんなもんだっけ？なんかすごい、なんか物足りん感じするんだけど。こんなもんだっけ？ 20 分あるかないかぐらいだっけ？長かったら30分ぐらいあるけど、30分もあったら、な、動画別に見んでいいもんな。おやはー！さあ、そしたら次はあれじゃない、黄色かなんかのビーズがあるとこじゃなかったっけ？じゃ、一体中ガチャは一回無視してもらって。なんだお前。元気が出ない。フィラウ20個あればな。お前サングラスなんかかけて、えらいなんか一丁前におしゃれしとるな。20個くらいあげるよ。てか俺100もあんのか。めちゃくちゃ余裕じゃないか？あ、結構おデブ。元気が出てきたぞ、よっこらっしゃ、ドスコイドスコイ星人じゃん。うん、ありがとう。ところで君はどうしてここへ？にゃん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 。何色かわからんでよし。ビーズを探してここまで来たんだ。にゃんにゃん。そういえば、海の上を玉乗りしながら探し物をしている子がいたな。あの腕前じゃペンギンにもらわれちゃうよ。君ならもっとうまくできるよね。さあ、そんでボスだねこれ。いやもうボスやるか。いや、ボスやっちゃおう。ちょっと初心の気持ちに帰って、緑ヨッシーはちょっとオレンジジュースパックでいきます。まあ、特に何あれはないんだけど、まあオレンジジュースパックでいきましょうか。さあボス何が来る。
はな、なんかよくわからんけど。そこのよし、マチのチェイカメックかな、クッパジュニアかな、あこいつのことかビーズ探しの邪魔はさせないでちゅう。お前大丈夫か、不安定やぞ。ぽっちゃま、危ないですぞ。いやもうほうき乗ったらええやん、カメックの。わざわざそんなことせんくてもさ。なんだなんだ、どうだ、僕の玉乗りの腕前は。お前は僕よりうまく乗れまじゅか。まあ乗れるってことにしとこうか。かわいい。何生意気だ。お前が聞いてきたやろか。あっ下手っぴ。ぼっちゃまー、泳げんのかよ、しかも。なんか、かっこ悪いな。よしーな、せいでちゅん、人のせいにするな、お前。よしーちゃんも海で落としやりました。よしーにちゃんつけるんだね。さあ来た。うわー、でもさ、せっかくならさ、あのなんかねえ、あのなんかなんだろう、これなんかなんだろうなんだろう、なんだろうな、これなんかシューマイみたいな、なんかよくわからないやつにさ乗るよりかは、俺もアヒルに乗りたかったな。おお、もう完全にもう風船、めちゃくちゃ風船、空気入るよ入る、風船風船。こいつ見たことあんだよな、ヨッシーシリーズのボスでこんなようなやつ。全く一緒かどうかわかんないけど。ああ、太りすぎて穴開いちゃった。かわいい。ボールどんぶり。かわいい。ああ、変なとこで写真撮っちゃった。待って、めちゃくちゃかわいいじゃん、こいつ。なにこれ。ちょっと待って、これ。これはどうやって戦えばいいんだ。なに、何が来る。ああ、ペンちゃんが来て、これペンちゃん当てればいいのか。あ、わかった。ペンちゃんを当てて転ばすんだ。ほんで乗るんだ。違う、ヒップドロップか。おいしょー、おもろいおもろい。おかわいい。なんじゃこれ、かわいい。写真撮ろう。おお、ビーチボール飛ばしてきた。めちゃくちゃかわいいじゃん。なるほどなるほど、意味は、これはこれはこれは、そこで飛ぶの聞いてないよ。来いよ、飛んでこいよ。はいはい、またペンちゃんが来るのね。ペンちゃんが来て、ぶねえ、ペンちゃんアタック、ペンちゃん、やばい、まずい、ペンちゃんアタック、ペンちゃん落としてヒップドロップ、ナイスー。いや、おもろい、ボス戦楽しいよな。じゃあ次何が飛んでくる。おー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 おお、やあちょっと待って本体が飛んでくんだうわっ、あー、かわいい、かわいいけど危ない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 。さあ来たよ。なんでこいつ名前、ボール、ボール、ボールなんだっけ、名前忘れちゃったけど、ボールなんとかだよな。さあ、ヒップドロップでとどめを刺していくぜ、トーンやばい、証拠にもよくこの年になってトーンとか言ってしまったけど、あ、溶けちゃった。パンツが浮いとる。ん？お前パンツの中にあったん。お金玉やん、それはもう。やけん黄色にしたんかな、任天堂さん。かわいい。たまらん、かわいいよっち。あー、かよしー、あげる。じゃあ次はかよしーでいこうかな。牛さんのやつ気に入っとんやな、赤やし。かわいいかよ。もうかわいいが詰まっとる。このゲームしたら元気になるよな。もうもはやみんなつけとるもんな、飾り物。さあ、二つ目のビーズゲットしたぞ。結構順調なんじゃないかな。なかなか早いと思うんですが。で、次、上かな？行くとしたら。まあ、どういう順番で行くかちょっとわかりませんが。4連。対決。ボールどんぶり、楽しかったね。そしたら、じゃあ次回は、その上のね、あの赤のビーズのとこかな。ちょっと攻略していこうかなと思うので、まあ、次は、じゃあこのフラワーランドからの、この右側のとこだね。ちょっとサンドランド、ちょっと行ってみるか。ここだけ解放して終わるか。どんなとこか見るか。
はいはい、10個くらいであげますよ。85個あるでね、私。しっかりと回収して、なんかね、残りのさ、なんかあの、探し物シリーズみたいなのを動画でやるかやらないかすごい悩んでるんだけど、まあ、あれは別に今なんか動画じゃなくても配信でやってもいいかなって感じは、正直してはいるんですけど、まあ、動画見てない方が急に配信見てネタバレじゃんみたいな感じになってもあれかなと思って、どうしようかなって考えてるんですけどね。あの骨のやつ、なんか俺 CM かなんかで見た気がするんだけど、いっぱい壊して、ズガガガガガーン！じゃあ次回やっていきます。バイバイ！